ゾットなんですよ、実は。え、最後これリゾットなんですよ。へぇ、今日作ったのこれリゾットだったんですよ。リゾットじゃねえか。カレー風味の、うん、チーズカレーリゾット。え、ただお前めちゃくちゃうまそうだよ。いけんのかな。めちゃくちゃうまそう。いや、シンプルにめちゃくちゃうまそう。美味しそうな感じ出てきたよ。これチーズたくさん入れるのが好きなんだ。確かに、確かにね。飽和する量を入れるっていうね。そうそうそう、溶けきんないぐらい入れるのがそれでいいんですよ。しかも香味ペーストで一旦こう味もついてるから。そうですね。でちょっと焦げかけてる感じとかも、うん、パラパラしてる部分もあるし、うん、まあ確かにね、そのお焦げみたいなね。はい、もうそろそろ出来上がるんで皿用意します、ね、皿用意してもらっていいですか。うわ、めちゃくちゃ楽しみ。いいんじゃないですか。盛り付け方があって、ああ、あるんですね。かっこ、あの下にチーズをこうまぶすんですよ。うん、下なんですね。下なんですよ、隠し味なんで。ああ、かっ、もう真っ向から隠しに行くって感じですね。真っ向隠した上で、油がすごい、油がすごい。こういうことですよね。お前チーズにカレーライスかけてる状態だぞ、お前今。じゃあ持ってください。ということで何ですか。できました。何ですか。カレー調子乗んなよ。いや違う、ご飯調子乗んなよ。カレーカレーご飯、いつまでも君はそこの席に座ってられると思うなよ。カレー、みんな一緒に戦ったら誰が美味しくなる。スマブラ大会。スマブラです、これ。いや、あのさ、肉とカレーとご飯だけなのよ。誰がとかじゃなくない。でもご飯がちゃんと初めから入ってるところはすごい。まあね、ただ温められただけのやつだから。いや違う違う、これも入ってくるわけですよ。カレーですから。いや、やめよう。それはやめよう。あとでにしよう。一旦それこう。ちょっと気になる。それがうまそうすぎて。いや、これ結構いいんじゃない。ガチいい説。どういう味になってんだろう。味は気になりますね。いや、これめちゃくちゃでいいんじゃない。バカ料理ではあるな。バカ料理オッケーでしょ。でもカレーって感じじゃないよね、もう。ん？いや、カレーではないよね。もう色がついてるわけだから。うん、いや、まあ、そうね。じゃあ、ちょっと食べますか。いや、これも気になる。バカ料理だよ、これは。いただきます。いただきまーす。ちょっと、召し上がってください。のみくんが注文したの。そう、俺がね、今日。何作ってほしかったの。カレー。これ？いや、でも俺が作って欲しかったものよりも美味しそう。まだ分かんないです。今すごいよだれ出てる。分かったです。じゃあちょっといただきます。率直な感想を。マジで1。マジで1。なんでこれがマジで1。なんでそんなうまい。すごいわ。うまっ。マジでめちゃくちゃうまくない。うん、だからリゾットでこんなに肉入ってるパターンないんだよね、多分。まあ確かに。だから奇跡の。奇跡の。なんかやっちゃいけないことをやってそうだな、全部な。うん、どっかの国の料理にありそうじゃない。ありそう。めちゃくちゃうまい。これちょっとやばいんじゃない。禁断の料理じゃない。これあるな。あるよね。うん、これどこに店出すべきかな。まあ、本当に分かんないね。なんかまあ雑な料理であるから、そこ、それを評価してくれる場所の方がいい、ね、そう。なんかその原宿とかじゃないよね、多分ね。すごいアクセス悪い場所で。おい、どうした、どうした。どうした。そんなことはねえ。カメラの前でそんなになることはねえ。やべえのかよ、今。なんで手なんだよ。なんで手なんだよ。火傷してるもん、絶対。なんで手なの。いや、口ならばかり、なんで手なの。じゃあ熱すぎて、やっば。なんで、なんでですか。熱っ。いや、これすごいわ。よくわかんないけど、こんなんが美味しくていいわけない。いやね、適当にめちゃくちゃやってたけど、肉がやばいってやばい。いやー、うまいわ。え、これどうやってみんな見てんだろう。美味しそうって見てんのかな。いや、初めはふざけんじゃねえよって思ってた。なめんな、ある程度思ってたろうな。
でもなんかそういうんならそうかもしれんってちょっと思い返す人もいるやろ。真似はしないだろうね、ダリーから。でも超超簡単じゃない？いや、そう、肉を炒めて10分ぐらいで作ったよ。肉炒めてご飯入れて、うん、カレー粉入れて、うん、そうで、お湯入れて、入れてチーズ入れて、完成でしょ。うん、確かにカップラーメンみたいな。カップ麺のさ、飯版出てるじゃん、最近。うん、ぽくね、うん、の最強バージョンみたいな。え、全然嫌じゃないな。え、これ、店出した方がいいよ、お前これ。いや、それは俺知らん。一杯500円とかです。なんなん、その食い方。うん、できた。できました。なんかできました、よかった。ちょっとキイチくんとか食べさせていい？あ、じゃあ食べさせて。キイチくん、ちょっとこっち来て。よくわからん料理作ったんだけどさ、うめえ。Pさん、うまいですか？うまいんだよ。カレー作ったの俺が。マンズとPさんも呼ぼう。いやいやいや、ちょっと食って。大丈夫っすよ。食ってるんだよ。え、どうやって作ったんですか？ご飯も具材としてカレー作った。あ、いやね、マジでおかしい。作り方はマジおかしかった。いや、もうおかしかった。Pさんもカレー作ったの俺。おー、いただきます。めちゃくちゃおかしいな、作り方。はい、うまい。うまい。うざいんだよね。うざいぐらいうまいの。はい、うまい。黄色いのよ。焼けるのはオリーブオイル。オリーブオイル、めちゃくちゃ熱い。気をつけた方がいい。オリーブオイルはめちゃくちゃ気をつけた方がいい。そう、熱さ。俺は焼けどしてるから。一生忘れてるよね。いただきます。すごい、これめちゃくちゃうまい。はい、うまいです。うまいね。え、これ男大好き、絶対に。嬉しいわ、こんな。どうやって作ったんですかって聞きたくなるよね。マジで。いや、そうなんよ。うん、美味しいのよ。ちょっとまたカレーと違う感じあるよね。ちょっと違うよね。え、キイチくん、マンズいたらマンズの人なくなっちゃう。なくなっちゃうよって。いや、想像してなかった。なくなっちゃうパターン。作りすぎだろっていう状況だよ。大丈夫かなってご飯入れてる時思ったけど、マジでうまい。うん、美味しいんじゃなくてうまい。なんて言うんだろう。うん、暴力的な料理でね、やっぱその、うん、うん、部活帰りに食うっしょ。まずちょっと俺カレー作ったんだけどさ、え、マンズ、めっちゃきめえカレー作ったらうまかった。ちょ、マンズ来て。はい、いいっすよ。カレーなんよ、これ。間違ってビビるじゃん、これカレーって言われた日には。腹立つでしょ。いや、そういうの食いたくないですって思うじゃん。はい、無人島かなって。食ってます。匂いはカレーっすよね。そう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 。嫌じゃん。嫌じゃん。嫌だよ、マンズは。そりゃ嫌だな。だって家庭一個も見てないね、急にこれ食わせたらドッキリかなって。いただきます。うん、いや、美味しい。こわごわじゃん。こわごわと美味しいで合ってるんだっけ。これ、美味しいって言ったらやばいですかみたいな。なんか虫とか入ってんじゃないのみたいなね。いや、美味しいよね。これなんか、カレーの作り方わかんなくて、はい、あの、カレーのその鍋にご飯も一緒に入れちゃったんです。そしたら美味しいカレー、なんか変なやつが出てリゾットみたいな。あー、なるほど。だからなんですね。そうそうそう、吸収されてる。左右にかけるの嫌だなと思って。そう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 、美味しいですよ。よかった。ということで、夕飯でした。ありがとうございました。いや、そうなの。いや、食うな。終わった後も言ってた。今、もう一口言ってんの見るだろ。それがでも一番幸せ。そうなの。その、企画関係なく食ってる人もいる。本当に美味しかった。キイチにマック食ったこと後悔させてる。おいしいこれ。マジですごいこれ。でも2日連続は食えないな。おい、今日燃えるゴミだからちょっと。2日連続は食えなくなります、これ。え、油すごいから。あ、油すごいですね。油はすごいんよ。俺2日連続無理よね。あ、おい。ね、それ俺今ですらちょっと来てるもん。何かしらのね、ポイントがね、すごい上がった気がする。そうだよね。早食いした後みたいな感じになってる。そう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 。ごちそうさまでした。頭の血管グッてきてる感じある。そうそう、それはさ、首固まってる感じするわ。
はい、どうもー、水原ロンドです。お願いします。お願いします。はい、じゃあ頑張っていきましょう。えい、トミーです。サントです。お願いします。今ね、初めて見た人はすごいしっくりきただろうね。はい、ああトミーだろうな、カントだろうなって思っただろうね。まあ分かんないけどね、もう分かんなくなってきたけど。うん、もう結構トミーに見えてる、もう俺。いやでもまあ分かんない、もう初見の人は多分、まあ、トミーとカントだ。それちょっといつか調べたいね。あ、初見の人、おばあちゃんとかに聞いてね。そう、初見の人トミーどっち、カントどっちで聞いたら逆っていう気になります。言う説はあるよね。その場合ミスだからね、多分。まあそうだね。なんかでもなんかぽい名前ってあるよね。いや俺さ、ちょっと、うん、はい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 、うん、俺さ、かっこいい名前に変えたい。俺ね、一番かっこいいと思ってた。いや違うよ、あんの名前。いやじゃ、え、富永友達でしょ、うん、かっこいいじゃないですか。いや俺結構コンプレックスだった。いや A ランクだよそれ。佐藤カンタでもいいじゃん。佐藤カンタは D ランクでしょ。あ、そうなんだ。